1996年スペイン議会総選挙は、スペインの国会を構成する、国会議員を選出するため1996年3月に行われた選挙である。大議員と元老院の両方で選挙が実施されたが、ここでは大議員の選挙結果についてのみ取り上げる。1982年の総選挙以来、14年間政権の座にあった、 中道左派政党の社会労働党が選挙で敗北、アスナール率いる中道派の国民党が過半数の議席は得られなかったものの第一党に躍進して念願の政権の座についた。選挙区定数は人口比例で配分される。ただし、アフリカ地域の日県は定数1の小選挙区政党票は政党あるいはその連合のリストを選択する。個人候補は認められない。 各リストへの議席配分は、現単位のドンと式で実施するが、得票率が3%未満のリストは、議席配分の対象外となる。投票率 77.、77.38%出所、碇順次長、現代スペインの歴史激動の世紀から飛躍の世紀へ、彩り流、社213ページ、表13、96年、総選挙会議会選挙結果より、なお、 議席を獲得できなかった政党については、本票では省略した。西平茂げ各国の選挙から変遷と、実情マイナスの、第6.1章、スペインを参照した。ありがとうございます。